はい、おはようございます。沖縄おばでーす。はい、今日もね、パナちゃんはここにいます。はーい。はい、昨日はね、割とあの、漢方の、なんていうのかな、あ中医学のね、えー、動画を結構多めに上げて、皆さん、あれって思った方いらっしゃるかもしれませんけど、えー、まあ、なんていうのかな、豚肉は、あのー、 平成だということを私はお話ししたんですよね、中で。はい、あのー、平らのあのー、性質があるということですね。つまり体を温める作用も冷やす作用もないというのが豚肉です。はい、えー、ちなみにね、今日は鶏肉の話です。はい、えー、まあ、リー、ドクターリーがね、えー、おあのー、まあ、これも私知ってるんですけど、まあ、有名な話です。はい、えー、 ドクターリーが言っている、あの、鶏肉ですね。鶏肉ね、実はね、えー、まあ、低脂肪、高タンパクでダイエットにいいって言われてるんですけど、を実はね、えー、食べてはいけないっていうかね、食べない方がいい人たちもいます。はい、えー、私みたいにね、へ割とあの、のぼせ、 多いっていうかね、こう手足があったかいタイプの人はあんまりと鶏肉は本当は食べてはいけないものです。はい、えー、お肉だったら豚肉とかね、そういうものをあの食べた方がいいということですね。はい、えー、まあ簡単に言ってしまうと、鶏肉っていうのは、えー、まず体を温める作用があるんですね。で、体を温める作用があって、しかも あの、なんて言うんだろうね、気血をね、養う、あのー、作用があります。なので、えー、これがね、多めの方は、あ、取ると余計ひ、ちょっとね、症状とかがひどくなるんで、やめときましょうということです。それでね、風邪の時にね、よくね、えー、チキンスープですね、まあ、これはね、各国で割とどこでも同じなんでしょうけど、えー、まあ、お隣のね、えー、中華圏でも、おー、 風邪の時はチキンスープって言われてますね。はい。なんか、あのー、他のね、アメリカとかでもそうらしいですね。どうやら欧米でも。はい。でも、食べちゃいけない風の時もあります。はい。実は、えー、この注意学の中ではね、えー、熱性の風と、お、なんていうのかな、ああ、いわゆる、 冬の風ですね。冬の風と夏の風。簡単に言っちゃうとね。で、冬の風は、あ寒さによってね、えー、どちらかというと引き起こされる風です。はい。夏の風は違います。まあ、最近は夏でもね、冷房にずっといることが多くなったので、えー、夏でも、その、なんていうのかな、冬の風を引く方がいらっしゃいます。はい。えー、まあ、いろいろ複雑なんですけど、 まあ,あ、簡単に言ってしまうとね、えー、体を温める作用がある、その、鶏肉はね、えー、冬のね、冬の風ですね。いわゆる寒さによって引き起こされたりとかする風ですね、寒さ。寒さはもちろんねあ、ウイちゃんとかね、ウイルスとかね、細菌とかももちろんありますけど、まあ、あ寒さによってそれが、あのー、引き起こされるということですね。そういった風の場合は、 チキンは非常に効果的です。しかしですね、え、これが、あ暑い季節の時の風です。はい。えー、まあ、冷房のあの、冷えによって生じる風はチキン食べてもいいと思いますけど、まあ、それ以外ですね、それ以外の夏のあのー、暑い、暑さによって引き起こされるこちらの風の方は、あんまり良くないです。はい。どうしてかっていうと、原因が、その、夏の、 季節のね、暑さということで、えー、これ以上ね、体を温めたら、あ余計熱が出ますよ、ということなんですよね。はい。なので、えー、夏のね、時の風邪は、どちらかというと、か、体を冷やす食べ物を取りましょう、ということですね。はい。えー、まあ、あとですね、食べちゃいけない人、あのー、血液中のね、脂質がね、高めの人です。はい。 えー、チキンね、割と低脂質って言われてるんですけど、まあ、そういう問題ではないんですね。まあ、鶏肉っていうのは、鶏肉の、まあ、性質っていうのがね、こう、いわゆる、あのー、ほ、機補,補欠っていうね、そういう性質があるので、えー、脂質もね、あの、補ってしまう傾向があります。はい、えー、そういう、食品です。まあ、中皮学はね、結構、ほ <laughs> いこっち来なさい。はい。 ね、皆さんにお顔見せてください。は <laughs> い。嫌なのそうですか。<laughs> はい、えー。そういう性質があってね、えー、いろいろね、えー、<laughs> 注意学はあの複雑です。はい、えー。ちなみにね、お肉で言うと、どうしたどうした撫でてほしいの。はいはい。 はい。えー、注意書くはね、お肉はね、お肉で言うと全部なんか体を温めるようなものにのように感じますけど、そうじゃないお肉もあります。はい。えー、日本人はあんまり食べませんけどね、ガチョウですね。ガチョウ。はい。水鳥系のお肉は体を冷やします。はい。えー、その他のお肉は、えー、豚はね、豚肉はあのー、冷やしもしないし、温めもしないということで、平成のお肉ということになってますね。それでね、 えー、牛肉は、あの、温性のお肉です。はい、熱性よりは、あれですけど、あの、ちょっとね、体を温める作用がありますよ、ということですね。で、えー、あと、羊ですね。羊は熱性です。はい。ですので、えー、鶏肉と羊は熱性のものだと、記憶しとけばいいかもしれません。まあ、体調によってね、こうい,こういった食材を選ぶのもいいかと思います。それではね、 あの、一応、あの、ドクターリーさんのね、えー、下に貼り付けておきますので、どうぞ皆さん見に行ってください。はい、今日朝一本目はお肉でした。お肉の話題でした。それでは皆さんまたね、ごきげんよう。沖縄ばばでした。はいっぱな。はい、パナッシャー。はい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 。うーん、かわいいですね。ね。はーい。